のね、分かったのね、両者のね、違い、まあ、一番明白なものはね、中低域だね。どうも皆様こんばんは、セゴリド3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。アビオットの WA-V1PMK です。さあこちらアビオットのヘッドホン、通称ですねピットホン3ですね。リンとしてシグレのピエール中野さんが監修したモデル、ベースとなっているのはこちら WA-V1。 以前紹介しました価格をグッと抑えながら長時間使えてノイズキャンセリング、有線接続もできてカラーリングも豊富。今ヘッドホンってね、まあ、非常に流行ってますよ。このようにね、まあ、つけてファッションの一部としてですね使うなんていう方もね多くいらっしゃいますけれども、どうしてもね価格が高くなってしまう中で非常にお求めやすく、そして音質性能もいいというものでした。ということでベースモデルの WA-V1 そして WA-V1PNK どう違うのか、今回もご依頼いただきました。何言ってもいいということなんで、それぞれの違い、思ったこと素直に言っていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがアビオットの WA-V1PNK ピットホン3でございます。開けていきましょう。たらー、出ました、かっけー。ほわほわの中にヘッドホンババンと入っております。高級感やば。入ってたのは取扱説明書に製品保証の紙、 USB-A、USB-C のケーブル、それと PNK という風に書かれたナイロンですね、絡みにくい仕様になっている 3.5mm 三極のケーブル、それと持ち運ぶ時に便利なデスクフック、それと PNK と書かれたキャリングポーチ。ほんでこちらが本体になるわけです。めっちゃかっこいいブラックにですね、このようにシックなゴールドなんで黒とマッチしてめちゃくちゃかっこいいです。でアビオットという風に書かれていて、上側には PNK、 そして反対側にも PNK と入ってますけど、基本トーントーンなんでよく見たらわかるというものですよ。非常にかっこいいですね。で内側 RL わかりやすくなっています。で曲がる方向はですね RL、まあ、こっち側になるわけですよ。なので置く方向とかねちょっと決まっちゃう形ではあるんだけど、しっかりね、まあ、このように折りたたんで収納するということもできると。そんで右側ですね、ボリューム上げ下げに電源オンオフ、そして 3.5mm の有線接続ですね。それと左側が USB-C の充電口とモードボタンですね、 ANC とオフ、そして外音取り込み切り替えることができる。進化したアダプティブハイブリッドノイズキャンセリングでシーンに応じて騒音抑制のレベル調整が可能。ちなみにノイズキャンセリングをオンしてもですね音質を損なわないようチューニングされています。ヘッドホンだからこそできる専用の大口径 40mm ダイナミックドライバー、ネオジム磁石を使った強力な磁気回路、軽量なペットダイヤフラムを採用した新規開発のドライバーにより癖の少ない自然な音響特性、ハイレゾ音源も余すことなく再現できます。独自設計の二重構造ハウジング、キレのある重低音と音場感に優れ、高解像な中高音域を楽しめます。最適な音響バランスを実現するアコースティックダクト、低音の量感とクリアネスを両立、伸びやかな高音域を合わせバランスの良いサウンドを実現。 LDAC はもちろん最大120時間連続再生可能な超ロングスタミナ、10分の充電で11時間使える急速充電にも対応、持ち運びに便利なコンパクト設計、長時間の使用でも疲れにくい快適な装着感、バッテリーが切れた後でも有線接続で再生することができます。他にもマルチポイントや外音取り込み機能、高品質通話機能やゲーミングモード、低遅延モードですね、そちらもあって、声優日高紀子さんによる取り下ろしボイスやアプリも使うことができますよ。というわけで右側が WA-V1 ベースモデルですけれども、このようにですねカラーリングであるとかチューニングとかね、そういったものが違っているという形になります。さあ両者どれくらい違うのか、これからつけて確認していきたいと思います。はい、じゃあ聞いていきましょう。どんな感じなんでしょうか。装着するとこんな感じに見えますよ。こちらね、前作なんですけれども、ブラック。まあ、こちらもですね、非常にかっこいい。他にもね、カラーリングたくさんあります。ちなみにこちらがピットホン3ですけれども、ブラックにゴールド、キラッとしていてね、こっちもね、めちゃくちゃかっこいいです。個人的にはね、やっぱカラーリングがこっちかなっていうふうには思います。アプリと接続するとこんな感じの画面になります。WA-V1PNK っていうことでバッテリー残量ですね、出ています。ANC、
オフ外音取り込み、今喋りやすいように外音にしていますけれども、アプリ上で操作をするっていうこともできますし、あとボタンですねで操作することもできます。でサウンド設定、ノイズキャンセリングですね、そちらの強度とか、あと今喋ってる外音取り込みもこのように下げるということができるので、今はもうほとんど聞こえないですね。またね、こう三角の部分押すとこのようにバンと出てきて、操作ボタンの設定ですね、シングル、ダブル、トリプル、さっきのパワーボタンですね、あと右側の ANC ボタンもシングル、ダブル、トリプルと入れることができます。また EQ 設定ですね、今バイパス、まあ、フラットですけれども、ウォームタイプとかですね、ブライトとかですね、あとはボーカルですね、それとリラックス、もうちょっと落ち着いてね、全体のトーンを下げるとか、あとはバスブースト、低域ですね、グッと上げる、あとはカスタムでそれぞれ自分好みにですね調整することができる、プラスマイナス5で広域低域という風になってますけども、まあ、細かいヘルツ数はちょっとわかんないけどね。それとゲーミングモードですね、低遅延モード、こんな感じで簡単にね、まあ、切り替えることができます。あとは位置情報履歴ですね、イヤホンの接続が解除された場所なので、まあ、ある程度離れていってですね途切れましたよっていう場合、まあ、忘れちゃったりとか、うっかりしてたとかね、トイレに置いてきたとか結構あると思うんですけど、そういうところもね、この地図を見ればですね、あ、この辺なのかなっていうのがわかると。あくまで解除された場所なんで、例えば iPhone とか Android とかの探すとかっていう機能とはちょっと違うのでね、そこご注意ください。他にもボイスガイダンス、さっき言った日高のり子さんですね、そちらの声がねこのようにありますので、自分好みにですね変更するということができます。そうしたらですね、ベースモデルの WA-V1 から聞いていきましょう。あのね、わかったのね、両者のね違い、まあ一番明白なものはね、中低域だね。こう中低域のドラワッっていう感じが、ピッドホン3の方がね、めちゃくちゃ感じます。ピエールさんの監修のものって、まあもちろん、凛としてしぐれ感があるものもあれば、逆にフラット落ち着いてですね、聞けるっていう、そのものによってね、個性がかなり変わってきてるんですね。で、3はですね、俺今までで一番好き。こういうドラムがっていうのが、非常にね、かっこいい。やっぱダイナミックヘッドホンって、こういう音だよなっていうふうには思うんですよ。街中で音楽を聴いていてね、歩きながら行ったりとか、するとその曲が景色とマッチするっていうことがあるのよ。自分がね映画の主人公になったようなね、そんな感じになるんですよ。これわかりますか？俺結構好きで、こういう感覚が。だから音楽を聴きながら街を歩くとかっていうのもすごく好きなんですよ。なんてことない看板とか景色とか、それこそ電車から流れる、まあ、車窓だよねっていうものがすげえいい感じになるんですね。まあ、それはやっぱり音楽の効果ってでかいんですよ。そういった何気ない日常がですね、すごくダイナミック、ドラマチックになるっていうのはもちろんいいし、例えばライブとかフェスに行くもそうだし、これから勉強する、仕事するとか、そういう時にですね、すごく力になってくれる音じゃないかなっていうふうには思います。これはね、ピエールさんがやっぱりドラマーだからできる音作りなのかなっていうふうにも思うし、じゃあ逆にね、ドラムだけ聞こえればいいのかって言うと、まあ、そうじゃないわけですよ。曲っていうのは調和だからね、この迫力ある音にですね、歌が全然負けないから、すごくテンションが上がる。今まで自分が聞いてきた曲っていうものがね、また違う表情を見せてくれるかなっていう風には思います。じゃあロックやパンクだけのものなのかっていうと、まあ、もっとしっとりしたものであっても低域がすごく安定するから、歌ってるボーカルもですね非常に輝かしく聞こえるからね。そしたら有線ですね、有線ちょっと聞いてみましょうか。あのね、有線接続はね、電源オンの時とオフの時でやっぱ違いがあって、オンにすると多分 EQ が動いてるのかな。無線で聞いた時にかなり近い音質になるんですよ。でオフにすると、まあ、両方とも同じっていうものになるので、まあ、なるべく遅延がなくですね、ピッドホン3っぽく聞きたい、まあ、もしくはね WA-V1 もそうですけれども、 EQ が効いてる時の音だよね、で楽しみたいっていう場合には、電源オンの状態で有線でつなぐとですね、この迫力を維持したままですね、遅延なく楽しめるかなと思います。オフにしても使えるんですけど、 EQ とかがなくなったまあフラットな音なんで、まあ、ちょっと出音が上がっていくっていうのと、各音だよねのバランスがねまたちょっと変わってくるんで、個人的にはね120時間あるから、バッテリーしっかり残した状態で有線で繋ぐとですね、より楽しいんじゃないかなっていう風に思います。ノイズキャンセリングの精度はね、両方同じぐらいかな。でもここはあんま手を加えてないんじゃないかなっていう気がするんですけど、この音質はね、オフにした状態の音質をねかなり近く維持できてますよ。まあ、ちょっと微妙にね、広域中広域かながちょっと違うような印象にはなるけれども、でもそれにかなり近い状態ですよね。音質劣化を可能
能限り少ない状態にできているので、ノイズキャンセリングも非常に有効じゃないかなっていうふうに思います。でノイキャンはね、高音がね、まあ、どうしても残っちゃうんですよ。これはまあ性質上しょうがないんだけど、これ WA-V1 の時も言ったんですけども、すごい柔らかくって装着感めちゃくちゃいいんですね。で密閉感もしっかりあるから、パッシブノイズキャンセリングだよね、まあ、いわゆるこの装着感の段階で、まあ、相当オフすることができるんで、なのでノイズキャンセリング両方ともねしっかり効くかなっていう、まあ、小息はどうしても残りますけど、中低息はしっかりねカットしてくれてるなっていう風に思います。ちなみにマイクの音質こんな感じになります。これはね WA-V1 いわゆるベースモデルの音になりますけど、どうでしょうか、クリアに聞こえていますか。こちらがね WA-V1 ベースモデルのマイクの音声です。そしてこちらがですね、ピットホン3WA-V1PNK のマイクの音声になります。どうでしょうか、まあマイク同じものだと思うんでね、まあ大きな違いないかなと思いますが、一応撮りました。こちらが WA-V1PNK ピットホン3のマイクの音声です。なるほど、分かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回は WA-V1 そして WA-V1PNK それぞれどう違うのかご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、個人的にはめっちゃ好き。ピトホンシリーズの中で長時間使えるとか、ノイキャンあるとか、あとドカドカッとした音とかっていうのを全部ひっくるめると今までで一番好きですね。もちろん平面駆動型とかもですね、違う分野で表情が違うんで、この迫力があってロック感とかパンク感とかね、今 EDM とかそれでやんちゃな音だよね、お聞くにはまあめちゃくちゃいいと思います。しっかりバランスを考えてこのうねりっていうものを表現しているから、聞いていてめちゃくちゃテンション上がるし、すごいかっこいいです。でそれにしっかり高域も乗るから、この低域をうまくですね操りながら、まあボーカルが出てるっていう感じなんで、そのバランスですよね、すごくいいなっていうふうには思いますよ。でベースモデルもですね、ピトホン3に比べるとね、まあ一歩引いた音ではあるけれども、でもそれぞれの音がしっかり聞こえるし、長時間使えるし、バランスすごくいいし、40ミリだからね、音楽好きの気持ちをですねすごく捉えてくれている。さすがピエールさん、素晴らしいチューニングだなっていう風には思います。あと付属品ね、あるとね嬉しいものなんですよ。こういった編み込まれている有線であるとか、ヘッドホンとかもですね、デスクにかけられるとか、あとキャリングポーチとかね、 PNK って入ってるから、まあ、それだけでも特別なものを持ってるなっていう風には思うし、付属も含めてですね、こうやってつけてる自分を鏡とかを見た時にもう、 うわめっちゃいいなって思うし、こう外してもキラッとしてるでしょ、それがすごくいいし、で外す時にですねデザイン見てもあーかっこいいなっていう風に思うから、こう心の栄養になるよね。こうやっていい音、かっこいいものを見るとまた頑張ろうっていう風に思えるからね。あとノイズキャンセリングもしっかり使えるし、バッテリーも十分あるし、価格もですねぐっと抑えてくれてるし、アプリも使えるし、まあ、価格以上のものだよね。満足度は十分あるんじゃないかなっていう風に思います。でそうね、まあ、あえて残念なところを言っていくと、ヘッドホンの向き、こう外すときはねこっち側でいいんだけど、置くときはちょっとひっくり返さなきゃいけないっていうのがあるかなっていう風には思ったけど、いや大きくはないかな。2万円以内で収まってるわけですよ。日高のり子さんの声もあって、付属品もいっぱいあって、このチューニングでしょ、機能もたくさんあるからね、回す方向とかまあ別にどっちでもいいなっていう気がするからな。正直すごくバランスよく音を出してくれてるんで、満足度めちゃくちゃ高いと思います。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで見に行ってみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた明日、チャオ。